ラグナ・クリムゾン、星さん。竜と呼ばれる人族の脅威が存在する世界で、ユーカリウドと呼ばれるモンスターハンターをしている人族のオスが主人公。その主人公は12歳のメスのボクッコのハンターランク1位のメスに心酔している殉教者であり、才能のないクソ雑魚なメクジという設定。そんな時、上位竜と呼ばれる完全体セルみたいな奴が現れて、主人公にとって荒人神であるボクッコが殺されてしまうという夢を不老者のオフさんに夢で見せられる。それからその嫌な予感が的中するかのように上位竜が現れてボクッコを蹂躙し始める。夢で現れてたその不老者のオフさんはボクッコが殺された後の10年後の自分であり、押し下ろすした後悔から人間をやめることができたおかげで竜にとっての最悪になることに成功したが、どんなに竜を殺しても、強くなってもあの日助けたかった推しはもう存在しないという後悔に苛まれている未来の主人公であった。そこからその未来の主人公に10年で培った死神のゴンさんスキルを譲渡されたことで10年早く竜にとっての厄災が生まれ、そこから12匹いる竜王の序列1位であり、竜の神を殺したいクリムゾンと呼ばれる竜族殺しを仲間に11匹いる竜殺しを始める。竜族殺すべし、慈悲はないな漫画。前半で竜が攻撃しない奇跡の街みたいなのが出てくるのだが、理由が、新竜がその街にあるケーキ屋さんのケーキが好きだったからという理由であり、そのケーキ屋さんがなくなってしまったので、街全部もうぶっ壊していいよという感じの設定とかくっそ面白い。導入部分がくっそ激烈に面白く、ゴンさんな感じを別角度から綺麗に表現できており、ユーベルブラッドみたいな感じでくっそ面白い。